松山市の石井地区に新たな総合型地域スポーツクラブが誕生し、5月28日に設立総会が開かれました。総会にはクラブの役員を務める16人が参加し、今年度の事業計画などを審議しました。カルスポ石井村と名付けられたこのクラブ、公民館の体育協会の活動など以前からスポーツの盛んなこの地域で、もっと気軽に住民誰もが参加できる形を目指すとのことです。スポーツをやられてるお子さんの人口が減ってきてるなというのをすごく感じるようになりまして、これはやっぱり学校とかいう問題ではなくてですね、やっぱ地域全体でやっぱり取り組む必要があるのではなかろうかと。まずは子どもさんたちがスポーツを好きになってもらうという、そのきっかけ作りをですね、関わっていくべきではなかろうかというところから、きっかけになりました。また高齢化も進む中で、やっぱりお年寄りに対してもですね、ずっと家で閉じこもるんではなくてですね、地域でこういう、体を動かせる場所もあるんだよというようなところで、子どもからお年寄りまで楽しんで、この地域で体を動かせれる、また楽しんで交流が深めれるというような、こういう団体にしたいなと思いまして、立ち上げる決意をいたしました。軽くスポーツ、あとカルチャー、文化も含めて、いうようなところでカルスポというのが出てきました。それからやっぱり石井村というネーミングなんですけど、古いように聞こえるんですけど、なんか新しいなっていう感じもするし、馴染みやすいなと。石井の地区の方にとっては、その石井村っていうのはやっぱり愛着のあるネーミングであると思いますし、やっぱふるさと的なところも考えながら、行けばみんな寄ってきやすいんかな、村民になってくれるんかなっていうような思いで、みんなでスポーツ、また文化活動というのができたらという思いから、石井村っていう名前を、つけていきました。野球をいきなり始めるとシティが高かったりするので、ティーボールというようなニュースポーツがありまして、ちっちゃな子でも簡単に野球のようなスポーツを楽しめたりとか、あと体育館でやるホッケーなんですけども、フロアボールというものを中心に、ちっちゃい子から大人まで一緒に楽しめるような活動をしていきたいと思っております。今後地元の小中学校の協力も得ながら、今年度は親父の会対抗のレクバレー大会や、未就学児も参加できるスポーツ教室などの開催を企画しているとのことです。スポーツを通じたさらなる地域の絆づくり、石井地区はその新たな一歩を踏み出しました。